環境省瀬戸内海環境保全知事市長会議瀬戸内海環境保全協会は11月12日神戸国際会議場で瀬戸内海環境保全特別措置法制定50周年記念式典を開催しました。テーマは瀬戸内未来ビジョン、先人から若者へ、若者から未来へ、未来へのバトンパス。斉藤元彦兵庫県知事らの挨拶や高校生によるポスターセッションの表彰式の後、大学生による瀬戸内未来ビジョンの提言やパネル討議が行われました。人と自然との距離が離れているという課題感、提案したいのが瀬戸内からの贈り物です。これらを通して私たちは瀬戸内への愛着を芽生えさせたいというふうに考えております。水産と環境の課題に一貫性を持たせるため産官学連携が非常に重要であると考えます。またこの連携の中に市民を積極的に巻き込み、将来的には産官学民の連携を実現すべきだと提言します。海上移動による持続可能な観光体験、すなわちスマイクルーズ、コンテンツ豊富な瀬戸内海で海上移動を実現することで各沿岸部や島々に人流が生まれ、食や歴史など観光消費が促進されるため経済性を確保しつつ海業への転身が図れます。私たちは現地調査から明らかになった課題点を踏まえて、瀬戸内で暮らす人たち、訪れる人たちの心と体を癒す施設を瀬戸内の各地で増やしていくことで課題解決を図ることを提案します。提言を終えた大学生の代表に50年後の瀬戸内海を語ってもらいました。多分文明は開化すると思うんですけど、海だけは変わらず美しいままでいてほしいなって思います。海外から来た方が This is 瀬戸内って言ってくれるような、なんか世界の代名詞になるような海になったらいいなと思います。産官学民含めて全員で協力して豊かで美しい海の実現ができており、また Z 世代に代わる次の世代が瀬戸内海を引っ張っていければと考えています。訪れた人に対して自分たちの町はこんなにも素敵なんだぞと誇りを持って言えるような瀬戸内であればいいなと思っています。最後にコーディネーターを務めた右近さんに瀬戸内海が目指すべき姿を聞きました。その50年前は日本の国内における環境問題の先進地だったとは思っていて、だからこそ対策が早く進んで今の美しい瀬戸内があるので、やっぱ我々は今後その世界においてのやっぱ美しさっていう、世界でなんか瀬戸内じゃなくて瀬戸内って言われるような存在になれればいいなというのをすごい思ってますし、私たちも頑張っていきたいなと思ってます。海と日本。